もアニメ放送画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、りょうちゃんです。今日ご紹介するのはこちら、グミペン。あなたもパチパチして。というわけで今回はこちら、グミペンということで、ガチャガチャシリーズですね。こちら全5種類用意しましたので、全部紹介していきたいと思います。ではまずこちらですね、ソータっていうところから出てるグミペンっていうやつですね。なかなか市場では見ないやつなんだけど、どっかにガチャガチャ出てるんだろうか。ラインナップがこんな感じです。ピンク、イエロー、グリーン、パープル、ブルーですね。これでなんか本当にグミみたいに柔らかいペンなんだそうです。早速開けていきたいと思います。アニメ論ソーダ、一つ目、ガチャ。硬いよ。一つ目出てきたのこちら、イエローですね。で、本当になんかお菓子のパッケージみたいのに入ってますね。このお菓子のパッケージ開けちゃうのももったいないけど、これ開けないとペン使えないんで開けまーす。せーの、よいしょ。うわー、すごーい。出てきたー。ジェリービーンズみたいな形してますけど、これ開けると、よいしょ、ほら、ペンになってるー。すごーい。蛍光ペンだね。ちょっと柔らかい。よいしょ。出た。結構濃いめのブルーだね。3つ目、グリーン。こちらが全種類でーす。ピンク、紫、ブルー、グリーン、イエローですね。思ったより一個一個でかいし、ちょっと重たい感じがしまーす。では早速こちらペンの色を試し書きして見ていこうと思いまーす。チャンネル登録よろしくね。黄色好きなの？見て、うん、変な色。ねえねえ見てた。うん、ねえねえの見てみてって。ねえねえの真似して描いてごらん、ルカも。うん、なんか上手に描けた。いいね。アニメ論ソーダということで、グミみたいな蛍光ペンを紹介しました。はい、なんかね、すごいコロッとしたね、可愛い形でいいかなと思ったんだけど、リオちゃんはどれが気に入りましたか？ピンクはね、やっぱりね、元気になりそうな色だったので、ピンクにします。こんなね、お菓子みたいなペン持ってたらクラスで人気者になっちゃうんじゃないかなと思います。ということで、可愛いな、グミみたいで描きやすそうだなって思ったら、ぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、りょうちゃんがお送りしました。またね、アデュー。でん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 。
シリオキオアニメロンソーダお願いします。チャンネル